荒川は、福島県福島市を流れる阿武熊川水系の一級河川である。荒川と阿武熊川合流部付近、東連邦鉱山の西に位置する鳥の小平に、源を発する。一切共山や、東阿賀津山、鉄山といった福島盆地西側の山々を水源と、する支流を合わせ、福島市奥倉町で阿武熊川に合流する。 福島市中心部の住民にとって最も身近な存在の川であり、流域には水林自然林、荒川桜津積河川公園、荒川運動公園と憩いのスペースが多くあり、周期には芋2階で賑わう。現在の須川合流点から阿武熊川合流点までの区間について、左岸に住む者が須川と呼称することがよくある。これは以前この区間は、 菅は単独の流路であり、荒川は別の流路であったためである。現在でも盛んに、菅川町という町名が存在する。名の通り、昔から、暴れ川として有名であった。たびたび洪水を起こし、流路の変更を繰り返した。現在の分流である大森川の流路が、以前の元川である。特に、土湯温泉町周辺は、急峻な谷を流れるため土石流の被害も多く、 1900年に福島県が山腹工事を実施、1936年に国直轄施工区域になり、荒川第一砂防園堤工事が行われた。しかしその後も河川氾濫は続き、2004年に大改修が行われ、荒川本川に13基、四川の東から須川に13基、潮の川に5基、その他合わせ、計30基の砂防園堤。 床方園庭が作られた。現在は荒川有砂地が作られている。以下の歴史的河川施設が荒川流域地水、砂防事業として2007年度土木、学会戦勝土木遺産を受賞した。2008年には荒川第一園庭ほか14基が国土の歴史的景観に寄与している地産地水施設として国の登録有形文化財に登録された。 国土交通省河川ランキングにおいて2007年に北海道の尻別川等の6つの河川と共に日本一と評価された。また2004年から2007年にかけて4年連続東北地方で第1位の水質を誇っている。2008年には環境省による平成の名水百選に選定された。下流より記載。ありがとうございます。